こんにちは、クリッカーリンハイです。まずは旧型に乗ってコースを一周、そして新型に乗り換えてエンジンをかけたところ、あれれ、エンジン静かすぎてかかっていないのかと思うくらい、あまりの違いに驚愕したわけでした。というわけで、いよいよ正式発表された待望の新型三菱デリカ D5、 先日雪が積もったオフロードコースで試乗してきましたが、いろいろ驚いたことがあったので報告します。まずあまりのインパクトに賛否両論のフロントグリルですが、意外や意外、包み隠さず話すと、最初は私も衝撃的すぎて気になって仕方なかったのですが、慣れてしまうものですね。そして慣れてしまえば結構受け入れられます。感覚って不思議だな。そしていい意味で裏切られたのは、冒頭に書いた静粛性 2.2 リットルのディーゼルエンジンです。先代に比べてめっちゃ静かになっている。もしかしたらエンジンの存在感がなくなったとか、荒々しさがなくなったとか、注文をつける的な表現をする意地悪な人もいるかもしれないけれど、多くの人にとっては歓迎できることのはず。ほんと静かだわ。新しいデリカのディーゼルエンジン、尿素を使って排ガスを浄化するシステムを採用したのも静粛性向上に効いているようですね。三菱によると、先代に比べて1列目では4割弱、2列目では約3割も騒音エネルギーが減っているのだとか。それだけ違えばしっかり体感できますよ。この静かさの理由は、エンジン自体に大幅な改良を施したほか、遮音&吸音を隅々まで施したことが効いているのだとか。この静粛性の違いがユーザーにとっては最も嬉しく感じる進化なのかもしれませんね。